ます、今日はこちらからはいません。はい、NHK の栗原と申します、はい、よろしくお願いします。はい、あのベルギー の, あの連続テロでですね、はい、法人が2人あの重軽傷を負ったという事件がありましたけれども、はいはい、この、まあ、法人の被害のですね状況の更新、うん、今の状況とですね、はい、あと、まあ、今後こういった暴力的過激主義対策やテロ対策などについてですね、うんうん、はい、G7 外相会合でどのようなメッセージを打ち出していきたいかということについてお伺いできますでしょうか。すみません、改めてじゃあ暴力的過激主義対策などはい、はい、まずあのベルギーの、テロ事件におけるあの法人の被害ですが、重傷の方1名、そして軽傷の方1名が確認されています。重症の方のこの容態ですが、依然意識は戻っておられないということですが、容態は安定しているというあの報告を、受けております。一日も早い、回復をお祈りしたいと思いますし、負傷された方そしてご家族に対しましては現地の大使館を中心に、万全の支援体制を敷いています。しっかりと支援をさせていただきたいと思っています。そして今回のベルギーでの、まあ、テロ事件は改めてテロ対策、暴力的過激主義対策の重要性を示すものであると考えています。来るべき G7 サミット等におきましてもテロ対策、暴力的過激主義対策は最重要課題のうちの一つであると考えます。ぜひしっかりと議論をしていかなければならないと考えます。以上です。あのトルコでですね、法人 の, あの20代の男性が拘束されて、まあ、解放されて日本に帰国されました。はいはい、まあ、こういったあのトルコはもともとあの地帯地域というのは退避勧告も出ていて、うん、外務省としても注意をあの渡航しないよう注意をあの呼びかけていたところですけれども、うん、今後法人に向けてですね、あのそういった、安全対策どのように、呼びかけていくお考えでしょうか。うん、まあ、退避勧告地域への渡航は極めて危険であり、まあ、渡航することがないように今までも、この強く呼びかけてきました。また個別具体的に、そうした渡航のケースを認知した場合には個別に説得を行う、まあ、こうした取り組みも行ってきました。まあ、今回の、事案を受けて改めてその広報につきましても徹底をしなければならないと考えます。そして引き続き個別の事案で渡航するというようなケースを認知した場合には説得にも努めなければならないと考えます。今日の閣議でですね、トルコ大使を務めておられて横井大使をですね、脱ですね、中国大使に起用されることが決まりました。はい、この起用の狙いとですね、はい、今後 の, その日中関係、どのようにまあ、改善の基調にあるということですけど、どのように進めていきたいかということについてお伺いできますでしょうか。横井大使につきましては、中国の専門家であり、まあ、豊富な経験も持っています。まあ、適材適所のまあ、判断のもとにこの人事を行いました。そしてまあ 今後の中国ですが、まあ、全体としてはまあ関係改善基調にあるとこう考えていますが、引き続きあらゆるレベル、あらゆる分野で対話を続けていく、まあ、必要性については両国で一致をしています。引き続き対話を続けていきたいと考えています。そうしたことを積み重ねることによって戦略的互恵関係に基づいて両国関係を前進させていきたいと考えます。岸田大臣 の, 春ごろにもと言われていたの、うん、中国訪問については、うん、今のところ調整状況についてお伺いできますでしょうか。うん、今申し上げたように日中間においてはあらゆるレベル、あらゆる分野で対話を積み重ねていくことの重要性については一致をしています。
まあ、ただ私の訪中については今現在具体的なものはまだ何も決まっていない状況です。引き続き対話の努力は続けていきたいと考えます。よろしいでしょうか。大臣、関連です。よく大使の任命について、中国の中では日本が中国の関係を重視の表れではないかといった評価の声があります、大臣としてはどのようなご期待はありますか、特に中国に詳しい大使の就任について、もちろん我が国としまして、日中関係は最も大切なこの隣国関係のうちの一つであると認識をしております。日中が国際社会に対してもこの平和や安定や繁栄に大きな責任を担っているということを考えますときに中国との関係は重要であると考えます。まあ、そうした認識もあり、中国の専門家である横井大使を任命したということです。すみません、トルコで拘束された、男性で昨日日本に戻ってきましたけれども、外務省としてはそのどういう経緯か事情聴取したということがあるんでしょうか。まずトルコで事情聴取を行な、事情聴取、トルコにおいて事情聴取が行われました。トルコとはさまざまな形で意思疎通を図っていますが、具体的な内容については控えたいと思います。そして昨晩その男性は帰国されました。帰国されてから後は警察が対応されて今対応しています。よって私の立場からその内容について申し上げるのは控えたいと思います。はい、よろしいでしょうか。ありがとうございました。